日はじめまして。あ、こんばんは。え、今、こんばんはにし、OK。こんばんは。こんばんは、本当にこんばんは。あ、こんばんは。あ、はじめまして。あ、皆さん、はじめまして。62番でーす。これって声聞こえてますよね。あ、初見ですか？こんにちは。はじめまして、皆さん。何話そうかな。まずとりあえず自己紹介的な感じ。口頭でプロフィール教えてください。ちょっと待って、ちょっと待って。すいません、ごめんなさい。あ、聞こえてる？オッケーかな。こんばんは皆さん、こんばんは。こんばんは。若い。まさかのラジオ、ごめんなさい。なんかちょっとラジオにしちゃいました。はじめまして、ともあきさん。どうしようかな、なんて言ったらいいの、何をダンス得意？ダンスは習ってるから得意だよ。あ、こんばんは。ごめん、漢字が読めない。これから最後までずっとラジオ配信なの？あ、そうなの、ラジオ配信でそう、ラジオ配信になっちゃうかも、ごめんね、みんな。でも写真は写ってるから見れる。見れますよ。ダンス得意がしてた。ごめんなさい、お水飲んでました。はじめまして。こんばんは、皆さんこんばんは。写真もめっちゃ可愛いね、ありがとうございます。ちょっとあの時緊張しちゃって顔が死んでたんですけど、はい。こんばんは、本当にこんばんは。ファイト、水分スピリット合ってるかな？水軍スプリットさん、ありがとうございます。はい、あ、皆さんこんにちは、入ってきてくれてありがとうございます。62番です。なんか62番って名前ちょっとやだよね。なんかあだ名みたいな目につけてもらいたいかな。え、つけれたでいいよ別に。なんか62番ですっていうのがちょっと自分的にあんまりかなと思ったから。こんばんは。あ、こんばんは。本当にこんばんは。おがなりさんで当てるかな？こんばんはーん。なんか、これラジオなのに自分一人で手振ってるんだけど。ちょっと怖いよね。わーん。会話を何にしようかなって感じ。ムーニ。え、ムーニかわいいな。え、ムーニ、え、ワンロットさん、ムーニかわいいと思う。こんばんは。え、こんばんは。身長はどのくらい？なんか身長、写真から見たらその上半身だけだからわかんないと思うけど、なんと身長は146センチしかないんですよ皆さん。超ちっちゃい。はじめさん、こんばんは。こんばんは。あ、佐藤友さんもこんばんは。こんにちはって最初言ってたからさ、ちょっと恥ずかったんだよね。こんばんはにしよう。こんばんは。過去にオーディション受けてた？NLOVEME のオーディションは受けたことない。うん。こんばんは。え、こんばんは。でも、まだ身長伸びるっしょ？え、わかんない。え、なんか、中1、あ、中2の時は、身
長がね、なんか伸びたと思って、ちょっと嬉しかったのに、全然伸びてなかったから、うん。今は伸びるのだろうか。はず。これで伸びんかったらはずいよな。あ、自己紹介しますね。皆さん、入ってきてくれてありがとうございます。幼稚入ってきてくれてありがとうございます。もう今みんなに質問なんだけど、あだ名決めてほしいなと思ってて、62番だからさっき出たのがムーニっていうね、あだ名。え、可愛くない？ムーニ、え、超可愛いんだけど、ムーニが。ちょっと待って、ムーニめっちゃ可愛いと思うんですけど、どうですか皆さん、私のことムーニって呼んでくれますか？と簡単に自己紹介したいと思います。朝健さん、こんばんは。こんばんは。自己紹介しますね。こんばんは。62番です。年齢は14歳、うん、ですね。キッチンさん、こんばんは。ワンロットさん、あ、ありがとうございます。ハート。モリッシーさん、ムーニーだとおむつの名前。あ、あれ、ムーニー、え、ムーニーっておむつの名前だっけ？ムーニーってな、あ、赤ちゃんのおむつか。あ、ほんまや。え、ほんまや。え、ほんまや。ほんまよ。え、いました。え、細いな。おむつです、みたいな感じで挨拶してるって感じ？マスクさん、え、フォローしました。ありがとう。こんばんは。こんばんは。マスクさん、フォローしました。ありがとうございます。メガネさんもこんばんは。アイシレモンさんもこんばんは。超早口。ごめんね。なんか、初めて来た方もいるのに、この早口で喋っちゃってごめんなさい。62番です。イエーイ。おゆむちゃん、こんばんは。こんばんは。チリアンピ606におむつになる。それのさっきもムーニーと言われた。なにわの商人さん、こんばんは。え、本当にこんばんは。皆さんこんばんは。イエーイ。ちなみに出身地は兵庫県です。こんばんは。これなんて呼んだらいいの？ごめん、なんて呼べばいいのか、こん、こんばんは。ごめんなさい、漢字が読めなくて、こんなに。え、ちょっと読めないのやばい。漢字勉強します、ごめんなさい。ジャイクロさん、初見です。あ、こんにちは、初見さん。え、初見さんって言っていいの？え、か。無理し。じゃあ、赤ちゃんって呼ぶ？え、赤ちゃん、いいの？逆に。え、皆さん、じゃあ、どうしよう、なんて呼んでもらおうかな。くまさん、こんばんは。こんばんは。今、ムーニーと赤ちゃんとおむつっていうのがあるんですよ。あ、おむつはないか、ごめんなさい。なんかあだ名をみんなに決めてほしいなと思ってて、よかったら決めてもらいたいです。ごめんなさい、机が汚い。こんにちは。ごめんなさい、喋れてなかった。こんにちは皆さん。こんにちは。みんな初訪問ありがとうね。パンドミーさんがフォローしました。ありがとうございます。なんかさ、画面映ってないじゃん、ラジオだから。今さ、一人でさ、ハートとかしてさ、ピースとかしてるのね。超キモいと思う、顔が。ブヨーセージさん、こんに、はじめまして、はじめまして。何歳ですか？私は14歳です。特技は机を散らかすこと。机だけじゃないです。今自分の部屋でやってるんですけど、自分の部屋超汚いんで、ほんとゴミ屋敷って感じ。めっちゃ汚いよ。What's your name? Oh, hello. I'm 16 2 こんばんは。
こんばんは。パポパポポチポチウマさん、合ってるかな。ヤンホン。チリンアンピ、好きなメンバーいますか。え、好きなメンバーってあの何のアイドルですか。このこれですか。これですね。これですか。これ？うん？ワンロットさん、うちもちいかわだらけ。え、ちいかわかわいいよな。ほんまにちいかわ好きやねんけど。え、ちいかわかわいいと思う人を一人で言ってるかも。かわいい。こんにちは、皆さん、こんにちは。え、なんかさ、ほんまにさ、あのさ、なんだっけ、え、あ、そう、あだ名つけてほしい。お願い。お願いします。自己紹介してないよね。本当に自己紹介するとか言ったのに自己紹介してないの。じゃあ自己紹介したいと思います。こんにちは、62番です。年齢は14歳のです。流れ物さん、こちら。チラッとかめっちゃ可愛いやん。チラって超可愛い。チラッとかで、身長は146センチです。2年生の時から伸びてません。ちなみに中3です。勉強できません。ゆうくんさん、サムネはお顔写ってるけど今後お顔を出す予定ありますか。ごめんなさい、ラジオにしたから、なんかビデオっていうかな、ライブにできないので、設定上なので、ちょっと顔は映せないかもしれません。ごめんなさい。本当は自分も顔を映したかったんですけど、あの部屋が汚いっていうのとちょっと問題がありまして、ちょっとね、問題が今自分の部屋の窓を工事してて、それの関係上で映せないんでラジオになっちゃいました。ごめんなさい。チリアンピーさん、チリンアンピーさんですね。62番でロフ。ロフかわいい。え、かわいいね。ごめんなさい。こんにちは。あ、こんばんは。こんばんは。モリシーさん、はい。工事中なのね。あ、ちょっと工事、なんか水漏れしちゃって、雨で漏れてて、なんか中見たら木になんか腐ってたって感じです。腐ってた？わかんない。あんまり自分も詳しくないんですけど、はい。ちなみに私の血液型は B 型です。はい。B 型です。千葉のりんさん、はじめまして。はじめまして。62番です。何にする？名前赤ちゃんとこにする？ムーニーで。ウータンさん、あ、こんばんは。こんばんは。本当にこんばんは。今ってこれって18時ってさ、結局何時？ちょっと待って、18時って結局何時？18時って結局何時？え？待って、12時、13時が1時じゃん。10時が2時じゃん。チリンアッピーさ、18時は6時よ。あ、6時？あ、そう、え、そういうこと？あ、なんか、バカだね、やっぱり。なんか、学校でも、バカだよって言われるから。ゆうくんさん、夜の6時52分です。え、ありがとう。え、そう、なんか私は一個携帯に不満が持ってて、なんか18時って書くのやめてもらいたい、本当に。モリシーさん、え、なんか18時っていう表記が嫌なんだよね。6時って書いてほしい。ちゃんと書くなら書けやって感じ。あ、朝と間違えるからかな。10ってつけてほしくないんだよね。
ていうのを最近は一人で喋ってます、ながら。何話そっかな。じゃあ今日、今日食べた話とか。マルガンさん、こんばんは。こんばんは。皆さんこんばんは。62番です。中学校卒業できるか心配。そうだよね。全然さ、本当にさ、でも月曜日にテストがあるんですよ。なんかの5教科。チニアンピーさん、6が6で2が2の中短い。シーツ、シーツってさ、布団に引くやつみたいじゃない、シーツって。一人だけこんな思ってんの。変な人かも。ちょっと変な人だよね、ちょっとごめんなさい。なんかさ、やばい。前回は何点だったの？え、ちょっとここで発表できないぐらいやばかったんですよ。じゃ、皆さん、やばいとか言って高いんじゃないみたいな思うじゃん。そんな高くないよ。舐めちゃ困る。全然。みんな引くと思うから多分言わない方がいいんだけど、実は最高点数100点とか90点とか取ったことないし、80点もないし、70点ギリあるかなってくらいで、最低点数2点だからね。ワンルットさん、浪人。浪人かわいいな。ちょっと待ってな。メモってんね。浪人。トレンドンさんで合ってる？トレンドンさん、こんばんは。こんばんは。あ、定期的に、なんて言ったらいいの？自己紹介するね。ハッピースマイル、ロボ。こんばんは。こんばんは。無理して、2点。2点。悲しい。あ、でも、2点は、技術です。なんか技術家庭科って50点50点だから、そう、50点50点。逆に伸びしろがあってってことで。そうだよね。そういうこと、そういうことにしよう。そうそうそう、そういうことにしたらまあね、いいよねって感じ。皆さんこんにちは、62番です。今はみんなにあだ名を決めてもらいながら喋ってるって感じです。イエーイ。ローニンかムーニン、ムーニンかムーニンか、なんだっけ、ごめん忘れた。ね、何話そうかなって。森田たけしさん、こはじめまして。はじめまして、本当にはじめまして。え、今日、初めて会ったけど、めっちゃタメ口で喋っちゃってごめんなさい、みんな。ごめんなさいね。敬語？敬語でね、喋ったことがね、あんまりないんだよね。でもその代わり、運動とかできるんでしょ？運動？まあ、一応、部活入ってる。かな。部活に入ってます。部活は一応陸上です。はい、一応頑張ってます。ビッグウェーブさん、こんばんは。こんばんは。こんにちは。え、めっちゃさ、かわいい。ハチめっちゃかわいいな。え、そう、みんなのさ、そのキャラクターっていうのかな、めっちゃかわいいんだけど。シゲヤンさん、初見です。どんどん見てください。どんどん見てください。ん、わかんない。どんどん見てください。みんなのやつかわいい。ワンロットさんとかもかわいいしな。 YS さん、ホタルさんにしよう。こんばんは。こんばんは。ワンロットさん、バレー部？バレー部じゃない、陸上部だよ。ポリシーさん、陸上部。ハンマー投げかな。ハンマー投げとかないから。でも最近は行ってません。サボってます。もうマジ幽霊部員って感じ。
そうね。なんか、友達がめっちゃ速い。足が。私も足速くなりたいです。なんか1年生の頃はね、めっちゃ言ってたんだよ。1年生、2年生に1学期ぐらいまで。あのとさ、1500m か。1500m な、遅いね、めちゃ。いいゆだなさん、こんばんは。こんばんは、本当に皆さん。皆さん、一回もう一回、自己紹介ですね。こんばんは、62番です。年齢は14歳。出身地は兵庫県。身長は146センチ。血液型は B です。こうやって MBTI とか言ってみる？ちな、私の MBTI は、ESFP です。なんかエンターテイナーみたいな。ESFP でーす。こんな軽いやつ絶対おらん。配信とかめっちゃ慣れてないから何喋ればいいか分からへんから結構無言になるかもしれない。ねえ。みんな見てくれてありがとねん。ありがとねんとか言ってるから。ありがとねーじゃないか。ありがとねんとか言ってるから。恥ずかしい。めっちゃ恥ずいやん。どうしようかな。ローニンにする？私のあだ名ローニンがいいと思う？ムーニーがいいと思う？じゃあアイドル向いてるやん。恥ずかしい。ありがとう。みんなにこれさ、声しか聞こえてないやん。私さ、めっちゃ一人でさ、変顔とかしてさ、こんなんしてる。あ、こんなんとかって見えてないやんな。ごめん。おひつじさん、こんばんは。こんばんは。ギャルに憧れはありますか？え、ほんまにギャルに憧れはある。だってギャルってめっちゃ可愛いやん。やっほーみたいな感じ。え、超可愛い。ギャルめっちゃ可愛いと思う。うん。激かわ。マジギャルって感じ。ギャルになりたい。ギャルになりたい。え、ギャルになりたいわ。うん。え、ギャル可愛いやん。ワンロットさん、変顔楽しみにしてるね。そうだね。楽しみにしてて、みんな。って言って今もしてました。わぁ。ね、これは、ね、うん、見てるよね。こんにちは、皆さん。初訪問ありがとうございます。なんか自分で言うのなんか気持ち悪い。ごめん、口めっちゃ悪いから。口めっちゃ悪いんでたまに暴言吐くかもしれない。いやでもここ吐かんと思う。多分吐かないです。多分ですよ。多分吐かない。いやでも大丈夫、吐かない。吐かないように頑張ります。こんにちは、みんな入ってきてくれてありがとう。特技は陸上と変顔でいい？え、ちょっと待って、一応ダンス入れといてもらいたいんですけど、陸上は行ってないからなしでなしでお願いします。変顔ってもう、まあ変顔かな。変顔です。変顔、はい、変顔します。よくしますね、変顔は。私は韓国が大好きなんですよ。で、韓国語も勉強してます、今。誰も聞いてないの。一人で喋ってる。了解。変顔ダンスね。なんかさ、変顔とダンスねやったらわかるのにさ、変顔ダンスねってさ、なんか、変顔しながらダンスしてるみたいな。DM さん、はじめまして、はじめまして。スクショタイムお願い。いいよ。あ、ちょっと待って、ラジオやのに。ラジオやのにさ、いいよとか言ってさ、ここに画面、何も映ってないのに、さ、ピースしてたんやけど。え？はず。めっちゃ恥ずかしいやん。韓国語も、どうやってやるん？それの？どうやってやるのか知らんけど。
特技とか話してみようかな。初めてやし、みんな初めてや、ヌッシーと喋るのって。喋ってはないかな。喋ってるにしよう。喋ってるよ。私の特技は主にダンスで、小一？ん？幼稚園の時はバレエをしてて、でもやめた理由が腕が痛い、まあ、伸ばしたりするじゃないですか、あの体痛いとか言って、まあ、やめて、小1からはヒップホップをしてました。で、小5ぐらいにあの K-POP にハマって、 K-POP のダンスし始めて、今もしてるって感じです。あ、そのヒップホップやめました。はい。皆さんこんにちは。入ってきてくれてありがとうございます。初訪問って初めて入ってきてくれた方に、ね、ありがとうございます。ダンス歴すごい長い。え、長いじゃん。長いけど、恥ずかしいんだけど、ヒップホップがちょっとお遊び系って感じだったから、あんまりヒップホップは上手くないんですよ。ごめんなさい。実質なんていうんだろうね、 K-POP の方にが今は得意かな。ヒップホップがマジでできない。ダウンとアップとかできないの。あ、できるよ、できるのはできるけど、あんまりできないかなって感じ。皆さんありがとうございます。入ってきてくれてありがとうございます。ぜひ見てってください。なんか配信がさ、したことないからさ、こんなんでいいんかなって感じ。一人でずっと喋ってるって感じやんな、配信って。合ってるかな。まあまあね、頑張ろう。皆さん入ってきてくれてありがとうございます。大喜利得意そう。え、大喜利って何？大喜利って一発ギャグ的な感じのやつ？親父ギャグみたいなやつか。え、違うっけ。なんかほんまにアホなんですよ。この前も一個だけ話させてな。この前自転車の乗ろうと思って、え、寒って思って、上着がないって思って、やっぱ上着取りに行かなみたいな。でもダンス急いでたんですね。で、部屋にあのちょ取りに行くじゃないですか。そしたらなんか上着だけなんかそのないと思って急いでたら、カゴにめっちゃ乗ってたんですよ、上着が。それをママになんかその友達とかに話したら、キモって言われちゃって、恥ずかしいです。太郎さんこんにちは。何かやったことあるスポーツや武道ありますか？スポーツね、スポーツ、私のまあなんていうんだろうね、なんかサッカーかな。サッカーが一番やってるかも。気持ちに誘われてサッカーやるって感じ。サッカーかも。一番身近に感じるスポーツがサッカーです。サッカーね、サッカーです。太郎さんサッカーですよ。皆さん訪問ありがとうございます。62番です。頑張っているのでぜひ見てください。普通パンダさんがフォローしました、ありがとうございます。寒いと思ったら服着てなかったとかじゃなくてよかった。え、それな、それやって一番危ないよな。マジでそれじゃなくてよかったと思ってる自分でも今な。皆さん、どんどん、なんていうのこれ、コメントかな、コメントしてください。話すことなくなっちゃうのが一番悲しいから。ぜひね、こう、
してください。話すやつ、話す内容。じゃあね、私も話す内容があります。今日食べたご飯をご紹介したいと思います。絶対誰も得にならないよね。と私のさっきご飯食べたんですよ。夜ご飯はなんかお刺身食べました。お刺身とタケノコの汁とタケノコご飯と、なんだっけあれ、なんか、わかんない。あれですね、こう、回したの、英語なんて書いてあるの、レベリメ、メウレ。もうちょっと、英語読めへんな。ちょっと待ってな。ひもちゃんさん、初見です。ありがとうございます。皆さん、どんどんね、見てってください。面白いかわかんないけど。レベリメルベイ。メル、メル、ヨウ、ミョウ、リーみたいな感じ。ゆうさん、こんばんは、こんばんは。モリシーさん、あら、え？合ってるんじゃないこれ。レベリー、メルベイ、みたいな。アロットさん、なんかさ、え？合ってるかね？まあ大体合ってるよかった。よっちマイティームさん、こんばんは。みなちゃん、ほんまにこんばんは。こんばんは、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 みなさん、こんばんは、こんばんは、こんばんは。フレッシュみおりんさん、こんばんは。めっちゃこんばんはです。めっちゃこんばんはですって気持ちの韓国語でも挨拶してみたいと思います。にゃせよー、ちょっと待って、にゃせよだけじゃない。제이름은62番입니다。翻訳入ります。こんにちは、私の名前は62番です、よろしくお願いしますって感じ。栃木のスーさん、はじめまして。本当に皆さん今日はじめましてだよね。もう一回自己紹介しますね。と62番です。と MBTI 何て言ったっけ、なんて言ったっけ、ちょっと忘れた。エンターテイナーです。エンターテイナーです。 ESFP の B 型、身長146センチ、出身地は兵庫県です。イエーイ。一人で手伝えてます。これは羽鳥さん、こんばんは、こんばんは。今の時間帯ってこんばんまで合ってますよね、皆さん。こんばんはです、皆さん、初訪問ありがとうございます。どんどん訪問してってください。どんどん訪問してってください、もおかしいような。うわ、キラキラだ。かわいい。かわいいよ、みんな。キラキラ投げて。こんばんは。あのとさん、兵庫って広いよね。兵庫県？うん。なんか、広いよね。なんかあの、カバみたいな形。カバみたいな形の県に住んでます。ぜひ覚えてください。じゃあ私のあだ名はムーニーにしよう。みんなムーニーって呼んで。なんかおむつって言われるから、まあムーニーとか赤ちゃんとかおむつとかでも何でもいいよ。なんかみんなが呼びたいように呼んでくれていいかな。ムーニーって呼ぼうかな、自分のこと。ムーニー、ありがとう、ムーニーって呼んでくれて。なんか自分が一番納得いくのがムーニーなのね。だからムーニーでお願いします。皆さんお願いします。ムーニーって呼んでください。お願いします。はずいわ。
あ、出えへんのかい。出ろよ。くそ。モリシー、はーい。皆さん、こんばんは。こんばんは。皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。本当にこんばんは。みんな眠たくない？大丈夫？眠たくない？皆さん、初訪問ありがとうございます。ぜひ見ていってください。なんか楽しいこともあるかもしれないので、サトシさん、こんばんは。めっちゃこんばんは、みんな。みんなこんばんは。こんばんは、こんばんは。こんばんは、こんばんは、こんばんは。こんばんは。下がってる。ごめんなさい。ということです。なんか、配信っていうのが初めてで、本当に。なんか何を喋ればいいか分かんないので、皆さんで会話広げていったりとか、これ喋ってとかがあるんだったら喋ってほしいなと思います。何を喋ろうかね。ボタさん、初見です。こんにちは、初見。初見さん、初見さん、初見さんっていうか、初見さん、ありがとうございます。まるもとさん、カラオケはしないの？カラオケってどうやってやるの？ちょっと待って、カラオケってどうやってやるの？カラオケしたい。うん、したい。え、カラオケする？それか。どう？カラオケしてほしい？どこやったっけ？ちょっと待って、イヤホンどこやったか。え、カラオケどうしようかな。カラオケ明日する？どうする？今日する？どっちでもいいよ。さ、イヤホン探すわ。とるな、イヤホンね。イヤホンどこ行ったんですかね。どこにいるんすんや。ブフさん、ギャルっぽいのね。ギャルじゃないけどな。ギャルに思われるのかもしれない。確かに、学校ではめっちゃギャルみたいなことはしてた。授業中。なんかさ、前髪ガチガチ系女子みたいないるじゃないですか。なんか、固めてても、どうせ雨降ったりして湿気て、なんか、ベタついてるように見えるのは嫌やし、どうせ風来て真ん中パッカーンって分かれても嫌やから、まあ、前髪固めないですよね。ふさん、喋り方ギャルやで。え、そう。なんかいつもこんな喋り方してるからかな。いつもこんな、うん。マジこんな。前髪ピー。なんか前髪固めてる系の人いるじゃないですか。なんか固めてもいいけど、なんか、前髪整えすぎて逆に男子に嫌われそうみたいな。男子って感じ。なんか別に前髪を解くのはいいと思うけど、なんか授業中ずーっと触ってる人いるじゃないですか。なんかもう前髪、前髪命、もう本当に前髪が、もう前髪が心臓と同じぐらい一緒みたいな感じの人。それはちょっと、低いかなって感じ。ごめんなさい。通信。アイピおい、ごめんなさい、切れてる。おにぎり隊長、こんばんは。え、こんばんは。ほんまにこんばんは。みんなこんばんは。ムフさん、陽キャですな。え、まあ陽キャ。なんだ、そうです。あの、ごめんねんけどな、ほんまにみんなに申し訳ない。NMB48 さんの名前があんまりないというか。え、ほんまにごめんなさい。めっちゃごめんな。なんかでも、うん。みんなごめんね。え、何これ。え、これ何？
ごい、気持ち悪い。ごめんなさい、ちょっと自分の机が汚すぎて何があるどこにあるか分からなくなってます。カラオケがしたいんですけど、その時はイヤホンが必要らしくって、イヤホンがないんですよ。どこにいた？ギャルでも真面目なギャルなよきですぞ。それな、でさ、あれやねんな、バカギャルなんよ。自分で言うのもあれやけど、超バカ、マジバカ、マジバカすぎてやばい。机の上どうなってんの？机の上は編み物のやつとかヘアゴムとか散乱してるし、何この本は何なん？何この本？あ、韓国語の本ね。はいはい。なんか汚っ感じ。サムネでは顔出してるのね。そう、サムネだけ顔出そうかなと思って。うん。マジ汚い。筆箱の中に散乱してんのけど、編み物するんか、すごいね。でもマジなんかあんまりちゃんとしたものはできないのかも。雨降ってる。どうさ、髪は染めてたりしたの？本当に髪染めてたりしたの？髪はね、染めてないか。なんだろう、ちょっとわかんない。自分で、なんで自分のことわかってないんだろうね。皆さんこんにちは、本当に見てくれてありがとうございます。私は今超困りごとがあるの。超困ってるね。何これは、なんて読むんですか、これは。なんて読むんですか。ごめんなさい、漢字読めない。これはなんて読む？ピカピカみたいな送ってくれた方ありがとうございます。漢字が読めなくてごめんなさい、本当に。どうしたい？ギャルはまあ、ピュアよね。ピュアって何？ピュアって、心が汚くないってこと？ひでさん、どこ出身で何歳ですか？私は兵庫県出身の14歳です。どうした、何か嘘つけないタイプっぽい。まあそうよね、そう、嘘はあまりつけないかな。なんでさ、メガネかわいいね。あ、キャットの？キャットメガネ？キャットメガネだね。キャット、キャット、キャット。でも私キャットよりドッグの方が好き。なんでこれにしたかっていうと、可愛いのがこれだったかなみたいな感じです。はい、皆さんぜひフォローしていただけると嬉しいです。よしさん、こんばんは。こんばんは皆さん、本当に今日こんばんは。今日こんばんは、こんばんはだね。はい、こんばんは。なんかめっちゃお腹空いてきた。なんかさっきご飯食べたのにお腹すく。なんで？やばい。ムシさん、ワンちゃん飼ってるの？飼ってます。全然飼っちゃう。ミニチュアピンシャーとチワワのミックス。ブッフさん、歌はうまいの？いや、自分で言うのもあれだけど、よくうまいって言われます。ヒロロンさん、チラッ。でもマジさ、チラってコメントマジ好き。チラって可愛いやん、チラとか。超可愛い、チラって感じ。チラって感じマジ可愛いから。ぜひ皆さんコメントチラって言ってみてください。なんかさ、なんて読むかわかんない。字が。嬉しいさん、チラ。ほんまにみんなチラって言って可愛い。マジでコメントチラって感じ可愛いな。ぼーやって。てつさん、こんばんは。こんばんは。こちら、なんかな、コメントってさ、かわいいコメントあるやん。ちらって、ちらってかわいい、ほんまに。どうした、すごいちゃん、カラオケでどんな曲歌うの？なんかね、特に指定とかな、ノリ。ノリで歌っちゃうって感じ。でもさ、こんばんは。アイコンかわいいな、みんな。ほんまに。かわいいな。あ、切れてないからな、全然。しかもさ、こんばんは。みんな、こんばんは。
19時はさっき16時6時だから7時じゃない ?OK。ムスさん、ほんとギャルやん。ギャル?これギャルなんかな?自分のギャルってあんま思ったことない。イエイって感じ。イエーイ。もう、なんか、テストとかもう、まあ、大体ノリ。勉強してねえよ。どうしよう。うわぁ。今しますね。ちょっとラジオなのでしてるか。してるとこ見えないと思うんですけど。皆さん、こんにちは。ぜひ入って、見てください。パパパさん、こんばんは。こんばんは。本当に、モリシーさん?赤ちゃんギャルだ。赤ちゃんギャル。あ、身長低いかな。まあ、ギャルって感じで。お願いします。ノリで決めるとか、ギャル検定合格やで。で、なんかさ、ギャルってほんまにノリで決めるくない?え、マジでギャルはノリで決めてると思う。なんかさ、今めっちゃ思んねんけどさ、みんなさ、アイコンっていうかさ、アバターみたいなさ、めっちゃ可愛いんやけど。マジみんな可愛い。かわちいやね。もうさ、年齢は聞いていいの?いいよ。年齢はね、14歳。14歳です。もうさ、来年15歳ってのありえへん?うっとうしい。15歳か。え、15歳って可愛いよな。なんか、間って感じの年齢で。カッシーバさん、こんばんは、こんばんは。え、アイコン可愛いな。めちゃ、なにこれ。なんていうん?このアイコンはなんというアイコン?かわいい。ワンロット。さん?え、ごめん。めっちゃ指しちゃった。ごめんなさい。え、ごめんね。ごめんなさい。タクトさん、楽しい時間をありがとう。初見です。初見さん、こんにちは。ありがとうございます。見てくれて。え、高校生ぐらいかと思ってた。え、マジ?え、でも、今中3だから、もう、高校生、なっちゃうよね。ロバさん、初見です。初見さん、ありがとうございます。めっちゃ見てください。こんな、しょうもない、しょうもない動画、しょうもないラジオかもしれないけど、お願いします。さっき同い年ぐらいの子、素朴っていうのかな、これは。やったね。そうなん?逆に喋りすぎちゃうわ、私は。こんな、ノリで、ノリで行っちゃおうみたいなやったよ。こんなノリで行くやつ絶対おらんけどな。ワンロットさん。星2、かわいいな、星2とか。めっちゃかわいいやん。もうコメントがかわいいねん。まあね、ちょっとね、今日は、なんか、星苦手。今日は、まあ喋るだけにして、明日とかカラオケしちゃう?ノリで。ノリやめようか。なんかちょっと今はマイクがちょっとイヤホンが見つからなくてって感じ。でも君いい子な感じしてるよ。だってギャルだから。え、ありがとう。本当にサンミだー。ミカニャン大さん、初見です。こんにちは。本当にこんにちは。こんにちは。ゆうさん、こんばんは。皆さん、初見の人も今ずっと見てくれてる人ももう一度、ご挨拶します。こんにちは。62番ムーニーです。ムーニーはあだ名ね。あ、別に何でもいいよ。ムーニーとか赤ちゃんとかギャルとかでも何でもいいので、ぜひ呼んでください。14歳の B 型の ESFP です。はい。ワンロットさん、外国語専攻?違う、なんか普通に韓国語好きだから学んでるって感じ。メカニャン体、喋り方がローラに似てるね。え、ありがとう。え、めっちゃありがとう。ありがとうね。本当に、ありがとう。みなさんでいいかな?ちょっと前の文字が読めない。こんばんは、本当に。NMB で名前わかるメンバーさんとかいる?NMB があんまりわかんなくって、本当にごめんね。絶対みんな NMB の話したかったと思うんだけど、本当に名前わかんなくって。え、結構教えてほしいって感じ。むっちゃんさん、忘れていいよさん。こんばんは、初見です。こんばんは、本当に皆さん。今日こんばんはです。こんばんは。
フォローしました。ありがとうございます。MV の方が受かりやすいよ。OK です。マジかい。そうなの。なんかね、今、MV のことは知らない子、報告してるよ。応募したのはなんでなの？応募は、自分がめっちゃアイドルになりたくて、いろんなオーディション受けてて、なんかあんまりそのいい成績ができてないから、まあ、日本も受けようみたいになって、韓国とかに受けてたから。で、その、受けて、今、進行してて、結構いいので、ぜひお願いします。ゆうくんさん、こんにちは。韓国アイドル誰が好きなんですか？え、ほとんど、ヨジャが好きって感じ。ヨジャアイドル。ヨジャが大好きです。腹黒。漢字がわかんないです。ごめんなさい。なんて、腹黒。ごめんなさいね。初見さんですね。ありがとうございます。ということはダンスうまそうね。え、そう、ダンスはめっちゃ、自信ある。ゆうくんさん、最近だとニュージーとかアイリーとか、アイリーとマジ好き。アイリーと大好きよ。アイリーとかニュージーンズが大好きよ。韓国は一回だけ行ったことあるんですよ。それでニュージーンズのポップアップとかに行きました。ヌーヌスクさん、こんばんは。こんばんは。本当に皆さんこんばんは。身長どのぐらい？146センチ。お尻って何？新潟？ううん。兵庫県。関西人だよ。関西人だよとか言うのもおかしいけどね。まあ、関西人です。一応関西人です。はい。関西人です。やい。NMB にいた。そうなの？え？オニョン。オニョンめっちゃ可愛いよな。ほんまにオニョンちゃん大好き。マジ、あんな身長になりたい。14歳？そうだよ、14歳だよ。一応若いでやらせてもらってる。もうババアなっちゃうけど。あっという間に。もういい？まあ、14歳です。覚えてね。覚えてないの？みんな。お願いします。はじめまして、フォーエバーラブさん。はじめまして、皆さん。Hello, everyone! 田中ゆきのちゃんタイプっぽい。ダンス前の見れながら。オッケー。田中ゆきのちゃんね。オッケー。こんばんは。こんばんは。はい。Hello, everyone! 英語で生きてるよな、ほめちゃん。はい。はい。高校は行くの？高校は一応、行こうと思う。こんばんは、こんばんは。英語の発音うまいじゃん。英語喋れるの？こんばんは、こんばんは。え、なんか英語は習ってました。今は全然です。発音だけは自信がある。ので、じゃあ、英語を、で自己紹介してみたいと思います。 Hello everyone, I'm 16 too. 何歳ですか？14歳です。海外で暮らしてたのか？海外は暮らしてことないです。I like dog. I'm 14 years old. I'm in track and field clubI like dance and I like music. I like K-pop. Thank you. 海外行ったことある？海外は韓国だけ一回。声かわいいぞ。え、ありがとう。めっちゃありがとう。ありがとうね。海外は韓国に一回だけ行きました。夏ですね。去年の夏に行きました。8月ぐらい。行きました。
つうまいって耳がいいんだよね。耳いいのかな。まあ、いいってことにしよう。こんばんは。こんばんは。本当にこんばんは。なんか先生、本気に習ってたんだね。そう、本気で、その時は習ってたよね。小学生ぐらい？小学生は習ってました。はい。小5ぐらいまで。うん。飛行機乗ったことない。そう、飛行機はほんまに、私もう乗りたくないもん。なんか、ほんまに怖いねんな。なんかさ、だってさ、落ちたりしたらどうしようと思ってさ、ずっと怖いねん。夏のりきさん。こんばんは、こんばんは。ほんとに。大人っぽく見られる方？うん。あ、でも、見られるのかな？わかんない。服装によってかな？もうマジで、一回、誰かに、小学生に見られる。小学生とかに見られがち。中学生やのに。たなのりジョリーさん、初見です。こんにちは。ほんまに、ほんまにが、かわいいな。ありがとう。本当に。飛行機は、水とか飲まないと耳がキンキンします。そういうところがまだかわいい。え、ありがとう。ありがとうね。なんかさ、あれじゃない？飛行機ってほんまに耳キンキンしてるさ、寝てたら、なんか耳痛ったと思って、耳詰まってる感じして、降りた瞬間キーンみたいな、いったーみたいな。鼓膜破れたかと思ったもん。飛行機はもう乗りたくない。まあ、ワクワク見られるのはいいことよ。まあね、そう、ポジティブに考えよう。ふっ。ファイキーちゃんさん、こんばんは、こんばんは。こんばんは、みんなこんばんはね。やっほやっほやっほー。私は今はギャルの爪に憧れてる。なんか学校はネイルチップとかつけちゃダメだし、メイクもダメだし、髪も染めちゃダメだし、なんか、なんて、いろいろと校則ってめんどくさいじゃん。で、かし高校は、ちょっと、なんかね、校則がないのがいいなと思ってる。そんな感じ。大阪、関西人っぽい。え？マジ？こんばんは、か、ね、の、こ、た、あ、こんばんは、こんばんは、高橋さんもこんばんは。まだ中学生やからね。そう、中学生。まだ中学生。現役中学生。まだそう、まだ中学生だよ。みんなこんばんは。あ、キラキラありがとう。韓国語喋れるの、なんか単語は喋れるかなって感じ。練習してみようか。一回自己紹介、ちょっとした自己紹介な。にゃせよ。ちょっと待って、ちょっと待って、あにゃはせよしか言わへんけ。저는타리키가좋아는사람입니다。저는호연이も좋아요。여러분사랑해요。ごめん、めっちゃ低クオリティやった。なんかほんに、もうちゃんと勉強しよう。全部中途半端で終わってるねんな。韓国語も、韓国語、あ、でも最近台湾語も勉強したい。이거하나주세요って意味わかる？これ一つくださいみたいな。あ、でも이거얼마예요みたいなも覚えました。これ何円ですかみたいな。これいくらですかみたいな。なんか数字も言えるかも。花、トゥ、セ、ネ、タソ、ヨソ、イゴ、ヨドル、アホ、ヨルみたいな。あ、言えましたね。そうやって勉強したくなるからいいことや。そうだよね。正解。ありがとう。台湾語。なんか、サンタさんにもらった。大阪の14歳ってことなんかな。あ、大阪じゃない。兵庫の14歳だよ。びっくり。カズさん、こんばんは。こんばんは。みなさん、こんばんは。台湾語で、ヤッホーは、はいらしいです。英語やん。あ、よろしくお願いします。チンドードーズジャオ。チンドードーズジャオ。皆さん、チンドードーズジャオ。よろしくお願いします。
こんばんは、こんばんは、皆さんこんばんは、本当にこんばんはです。なんて言ったらいいの？おやすみは台湾語でワンアンらしいです。ワンワン、ワンアン、ワンアン。なんか台湾語ってなんていうの、これは漢字だから、うん、難しい。言葉発音系うまいからすごいぞ。え、ありがとう。めっちゃ褒めてくれる。ありがとうね。浦部さん、こんばんは。こんばんは。皆さん、本当にこんばんは。中学2年生の14歳、62番です。好きな食べ物は、唐揚げ、ポテト、揚げ物、ジャンクフードです。辛い食べ物は苦手です。嫌いな食べ物は野菜です。野菜嫌いです。身長は146センチです。リングさん、顔出し楽しみにしてる。顔出さないんですか？諸事情により顔出せません。諸事情っていうのは、さっきも言ったんですけど、窓が壊れてて、窓から雨漏りしてて、工事で見せれなくなっちゃって。だんだん真面目な部分が出てきていい感じよ。よ、真面目なギャル。イエーイ。ちょっと皆さん顔出し楽しみにしてる方も多いと思うんですけど、窓が壊れてて、工事が丸見えなんですよ。なので、ちょっと言葉だけになっちゃうかもしれません。ごめんなさい。62番、はい、62番です。片言の人の真似ができるんですよ。私は皆さんと喋るのがめっちゃ楽しいです、ありがとうございます、みたいな。片言の人の真似がめっちゃうまいと思う。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、だから韓国人とかが。なのでさ、十分楽しい。え、ありがとうね。みんな、私の、これで、楽しんでほしいなと思うので、ぜひ、楽しくなかったら、こんなんしてほしいとか、言ってもらいたいな、言ってください。なんか今日はさ、初めてじゃん。だからさ、なんかそう、すごいことはできないんだけどさ、明日とかからさ、なんかさ、いろんなことしたいなと思うんだけど、なんかしたいことある人いない感じ？でもね、もうちょっとで私もう終わりかな？なんか時間が決まってるんですよね、はい。ちょっとアンミカっぽく喋ったよね。アンミカさん、アンミカさんね、可愛いよね。乃木坂とか知ってる？知ってるよ。乃木坂はあのアイドルグループでしょ。こんな感じでもうオーディション会場行ったら人見知りしそうね。え、なんでわかるん？え、これそうですね、全然。はい、なんか全然喋れないです、オーディション会場。え、これって何時までしていいんだっけ。配信可能時間は土日祝日。あ、そう、15歳未満だから、8時までなんですよ皆さん。なので、あともうちょっとで終わっちゃう。これね、朗読。朗読ね。朗読も、え、朗読って何？音読って感じ？日本のアイドルグループの握手会とか行ったことある？あんまりね、握手会とか行ったことないんですよ。当たらないし。はい。20時。うん、20時までって書いてる。15歳未満は。うん。はい。小雪の佐藤くん。はい、こんばんは。仲良くなったら明るいけど猫ってあぶってそう。画面の猫みたいに。そんな猫かぶったことなんかないんですけど、あ、でも
私は1学期ぐらいはめっちゃ猫かぶって2学期から本性を表すからみんなに怖いって言われます。第一印象っていうのが優しいとか可愛いとかなんですよ、みんなからの。でも表面を出すと鬼とかヤンキーとか出てくるんですよね。え、そんなことあるみたいな感じなんですけど、ヤンキーらしいですわ。はい、私も年齢がもうちょっと高かったらな。優しいのはいいことじゃん。そう、でも私とみんなに言われるのは嫌いな人が多いねみたいな。嫌いな人が多すぎて、嫌いな人が目の前に来たら顔もなんか歯みたいな睨んでるように見れる、見られるらしくって、鬼は困ったな。そう、鬼困ったやろ、めっちゃ鬼嫌やねんけど。そうですね、皆さん44分、やばい、あと16分ぐらいしかできない。やっぱり嘘つけないのね。顔全部顔に出ちゃう。あ、そうだよねみたいな言ってるけど、なんか笑いすぎててこいつ絶対やばいやみたいな思われてるらしいです。表に出すぎっていう、私の悪いとこ表に出すとこですね。大人数グループなんか合わない人絶対いるだろうけどやっていける？多分、そういうグループとかはいけるんですよ。なんか、全校集会とかでも顔に出てる感じ。なんて言うんだろうね。なんか、大人数だからいけるんだけど、4人とかのグループだったら無理。思いが顔に出るんやな。そう、思いがめっちゃ顔に出ちゃう。喋り方でそんな感じわかるのよ。わかるー、ほんまに？なんか、4、5人グループとかあるじゃないですか。なんか、ギャルみたいなグループとか。そう、なんか、グループで分かれてる時のやつの、には顔出るんですけど、大人数だったらいけるんですよ。紛れてて。紛れててっていうか、大人数だってもなお気にしないって感じ。はい。なんか大人数の方が私は向いてるんじゃないかみたいな言われてますね。皆さんね、終了の時刻がねだんだんと近づいてきちゃってるんですよ。悲しいよね。私もうちょっとやりたいもん。楽しいもん。初めてだってみんなに会えたよね。初めて会ったのにこんなにさ早く終わるってことあるって感じ。もうちょっと早く始めればよかったもんな。ごめんね、猫かぶってるもんね。あ、待って、うずしおさん、さっきうずしおって読めなかったから振り仮名つけてくれてる、ありがとうな。こんばんは、こんばんは。配信も初めてなの？そう、配信初めてやねん。で、こんな喋ってんねん。同期と先輩とは仲良くしないってたよ。うん、頑張る。私はもう優しいって心だけを出す。もうそういう悪の心は全部出します。遅刻さん、初見です。こんにちは、初見さん。皆さんこんにちは。私は62番ムーニーです。ムーニーです。ムーニーとか赤ちゃんとかギャルとか呼ばれてます。残り14分です。泣いちゃう。ネオンさんで合ってるかな。こんばんは、本当にこんばんは。遅刻読めないか。うん、読めない。ムーニーマン？そう、62番でムーニーって呼ばれてて、でも可愛いからいいよって。読めないか、ちょっと待ってな、頑張って読むな。遅刻極み楽丸、極み楽丸で合ってるの？これは極みじゃない？じゃあ遅刻で。間違ってたよな。ごめんね。私の良くないところは多分漢字が読めないってところなんですよ。どうにかして漢字を読めるようにしないとだな。よし、じゃあこの配信で頑張って漢字を覚えていきたいと思います。ワンロットさん、海派、山派。
でもどっちもデメリットあるよな。海は焼けるし、山は虫やし、家派かも。オーディション受けるのは初めて。うん、初めて。めっちゃ初めて。あ、なんかこういうオーディションは初めてなんだけど、なんて言うんだろうね。ダンスのオーディションとかばっかり受けてるかな。こういうのは初めてです。極楽やね。あ、すいません。極楽でした。あ、極み楽丸じゃなかった。極楽やった。奥、まあ、家派でラーメン屋か。家系ラーメン。確かにね。チリアンピーさん、こんにちは。チリン、あ、アイピーさんね、ごめんなさい。この猫はムーニーちゃんが描いたの？ううん、違うの。これはショールームのおすすめから選んだんですよ。ダンス習ってるの？はい、小1からヒップホップで、5年生に辞めて、6年生からはずっと K-POP 一択です。鈴木一郎さん、こんにちは、こんばんは、こんばんは、こんばんは、こんにちはとか言ってた。こんばんは。私は配信時間が8時までなので、あとちょっとで終わっちゃうんですけど、明日もやるので、はい、待っててね。犬派らしい。そう、犬派よ。私は dog。 I like dog。 ブレイクダンスとかできる？ブレイクダンス、うん、できないかも。なんて言うんだろうね。 K-POP のダンスは一通りできるかも。うん、はい、うん、できます。エスパとか、そう、エスパとか、ニュージーンズとか、アイブとか、アイリットとかもできます。アイスダンス。アイスダンス？アイスダンスって何？なんか、K-POP は全部できる。大体、ちょっと全部とか言っちゃう。大体できます。あ、ごめんなさい。あと10分じゃん。なんでこんな短いの？ほんまに。まあ皆さんもね、明日もできるので、毎日やります？あ、毎日とか言っちゃダメだよね。同級生でアイドル好きと K-POP 好きは結構いるの？あんまりいないかも。全然いない。韓国が好きな人、全然いない。こんばんは。こんばんは。すごいな。知らんけど。ボケたぞ。返してね。返したよ。早いね。皆さんに一個だけ言っときますね。基本的に、このライブって、できる時とできない時があるんですよ。水曜日、日と金曜日が多分できないので、ちょっと習い事の関係で他の日は全部やりますね。ナンバー行ったことあるの？ナンバーはあるね。あります。ナンバーあるよ。ナンバーさ、結構観光客って感じ。習い事かな。そう、習い事ってダンスがあるので、でもできない。うん、できないかな。17時からだから、5時から？うん。5時から8時までなんですよ、配信時間が。寝言してて偉い。頑張ってな。あんまり細かいこと言うとあかんで。ごめんなさい。ごめんね、ちょっと。8時までなので、はい、水曜日と金曜日以外します。が、はい、
すいません、なんか変な音聞こえたんだ。いや、個人情報だからよ。それの個人情報すぎたよな、今の。ごめんね、本当に。なんか、全部出しちゃう、自分が。秘密にしといてねって言われることは秘密にできますね。ん？わかんない。何言ってんだろう。自分、何これ、日本語だな。OK。OK。やばい、あと7分。皆さん、なんか最後喋りたいことありますか？なんか正座し始めちゃった自分。明日もあります。そういうところいい子やな。ブッフさんめっちゃさ、褒めてくれる。優しい。ありがとう。ありがとうね。よし。出てきた。危ない。コメント消えたでしょ。明日も配信しまーす。明日は何時から？明日何時がいい？別に何時からでもいいよ。5時からする？全然5時からしちゃおう。5時からしちゃおうか。5時からします。多分5時から。いや、5時からします。ちょっと今日は遅かったので。5時からしますね。皆さん。ぜひ、皆さん5時来てください。視力はいい方？視力はメガネかけて AA なので悪いですね。小4ぐらいから目悪くなった。やっぱりノリが軽い。なんか椅子浮いた。時間の聞き方が友達か。それな。友達、もうみんな友達、みんな友達だよ。友達。よ、メガネ娘。メガネっ子か。いや、わかんない。なんかでも、メガネは全然つけてなくて、でも見えるんですよ、全然。右目が C で、左が B です。はい。皆さん、初訪問ありがとうございます。あと5分ですけど。メガネかわいいのに。でもね、今目がいい子やっぱり少ないよね。コンタクト率高いよね。なんかあれなの、みんな携帯で目悪くなった。私の場合はゲームのしすぎです。たけさん、はじめまして。 C で B？ うん、右が C で左が B。 本当に皆さん、はじめまして。ぜひ、ネジのファン、してください。今、メガネしてるのに。ゲーマーでもあるのね。ゲーマー、まあ、ゲーマーかな。じゃあ、仕方ない。こんばんは、麦茶ミルク。え、かわいい、麦茶ミルク、名前。名前、かわちい。かわちい。遅いよな。かわっちいとかの時代じゃないもん、今絶対。皆さん、初訪問ありがとうございます。明日はカラオケしてみたいと思います。楽しみにしててね。楽しみな人、はーい。一人でやってる。ここ今日は怖いと思う。クリプトンさん、ヘビーさん、はじめまして。視力検査で全部C って答えてるのか。確かにね。 K-POP 歌いまくろう。うん、歌いまくろう。明日何のゲームかは明日聞きましょう。またね。え、またね。あと3分あるけどね。じゃあみんな、明日はカラオケしたいなと思います。こんばんは。え、こんばんは。めっちゃ入ってきてくれてありがとうございます、皆さん。今日、初めてだったんですけど、皆さんが喋ってくれて、超嬉しいです。ほらね、仕事行くんで。え？今から仕事行くん？そう、今から仕事行くん。遅いやん。頑張って。
ツッコミもできるやん。ツッコミも頑張るよ。こんばんは。こんばんは。次するときはテロップに何か書くとありです。テロップって何？これかテロップ。いや、ずっと明日まで仕事よ。夜勤ってやつ？夜勤出勤ってやつか。テロップって何？頑張ろうか。明日も頑張ります。こんばんは、和弘さん。こんばんは。皆さん残り2分ですね。まあ明日も皆さん来てくれると嬉しいです。最後に自己紹介します。62番で ESFP です。朝から明日まで泊まり仕事。夜勤よ。そういうリアクションかわいいな。え、ありがとう。夜勤と書いて夜勤と。え、そう。マジか。疲れ様でした。はい。皆さん、あと1分なんですけど、そろそろ終わりたいなと思います。レコバさん、最後にありがとうございます。はじめまして。皆さん、ぜひ明日の配信も来てくれると嬉しいです。はい。明日も皆さん、ぜひ来て、私の綺麗な歌声と可愛いボイスに癒されてください。わしはいいから自己紹介して終わりや。はい、じゃあ皆さんはじめまして、62番です。ムーニーです。14歳の、ESFP やってます。はい、私は犬が好きです。よろしくお願いします。片言、そう。